はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日は来ました、ドレクルです。何ですかこれは。第一じゃない、これ多分バースでしょ。バースを夢見る戦士たちこれやってみたいと思います。いきましょう。はい、でなんかもう色々来すぎてます。何です、この空島の人たちも来て、なんかこの 1周年のやつも来て、ついでに亀も来てます忙しいわ、一気に来すぎだろ。ちょっと亀やべえな、亀もやりたいんですが、まあでもやっぱりこれちょっとね、一足早くちょっとやりたいと思います。この要は空島のね、要はあの通常ステージで来なかったじゃんこの人たち。ないつ来んだろうと思ったらやっぱこういう感じで来ましたね。とりあえずエキスパ挑んでみたいと思います。ちょっとパーティーとかも何にも考えてない。行きましょう。はい、今回こちらのダトツパでやってみたいと思います。ちょっとね、俺初ダトツパ組めるのいや、やっとだよ。まあ青生地が手に入ったからね、なんとかこういう感じのちょっとダトツパいけます。まあ攻撃が5倍か、 2.5 倍と2倍で、算数ができないまああの体力も2倍になって攻撃もそれなりに上がるってパーティーです。ちょっとまあいけるっしょ、調子乗ってっからいけなかったらごめん。ちょっとこれでやってみたい。ただあのっていうよりはどっちかといったらもう青生地を使いたいってだけですいきましょう、お願いします。はい、何ですか。バースを夢見る戦士たち対岸、お願いします。エキスパです。ない、大丈夫かなやべえ、今更だけどやべえな、大丈夫かな。まあいいや、やってみよう、お願いします。はい、負けたらやべえな。いや、まあまあいいっしょ。まあ初見なんでね。まあ負けたら、その時その時、また動画撮ればいい。いやー、ちょっと勝ちたい。うわ、すげえ、ジャイアントジャックだ。やばい。ちょっと、おー、なんだ、行きます。なんだって、そんな驚くとこじゃなかった。別に敵が来ただけで。いやー、てか、青生地がかっこよすぎる。何ですか。あ、ウソップでも効くじゃん。ウソップこのぐらい効くならいいんじゃない。あ、余裕じゃん。まあ、思ったよりは、なんか体力めっちゃダウンするかなとかもいろいろ思ったけど、意外と大丈夫でした。まあ、いけるところまでちょっとやってみましょう。勝てるかな。ってか、そもそもボスは誰なんだ？カマキリか？カマキリ、ゲンボウ、ラキが出てくるのかな？なんか絵的に。そんな気がする。ってか、そうだってほしい。これ、青生地貯めたいね。青生地貯めさせていただいて、そうですね。青生地が貯まると非常にありがたい。で、この人やべえ、なんだ、キット何持ってないから分かんない。読んでてさ、よかった。カメさんも、あーでも1000も食らうのね、ちょっと嫌ですね。ちょっと嫌なカメさんですあ、てか青生地がかっこいい、青生地がかっこいいよ。もうずっと青生地使いたいちょっとなんだっけ、なに、とりあえず、まあ、とりあえず行きましょう。もうそろそろいいや、もう分かんないから。はい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 、よいしょ。はい、いや、あの、まあ、先日はちょっとご心配おかけしました、皆さん。ツイキャスだっけ？そう、ツイキャス通ってね。ちょっと、ご心配おかけしましたけども、皆さんのおかげで、みんなのおかげで、僕は今日も生きています。行くぞ。もうやってやるぞ、本当に。絶対クリアする。濃厚にします。初見、そして初、このパーティー。ああ、元宝来た。来ました。なんだっけ、これ鉄だよね。鉄のバズーカで。ちょっと生焦っちゃったけど。ちょっと待って、赤ですね、元宝。赤ですので、ちょっと、わかんないけど3ターンで倒しきれるかな。あ、いけそうだ、ギリギリいけそうだね。ちょっと頑張りましょう。おー、なんでやってくるんですか。アイサーどこやって、いや、知りません、アイサーと会ってません、まだえ、なんでこと。はい、そういうことやる人か、そういうことやる人でしたマジかよ。なるほど、なんか勝手にアイサーどこやったとかいう因縁をつけられて勝手に文字を消されましたいや、違うよ、知らないよ、挨拶と会ってないよ俺まだ今日。なんだよそれ、しかも慣れてないですよこのパーティー私。ちょっとやべ、やばいやばい、ちょっとやばいっす。はい、食らっちゃいます一回。いや頑張ろう、なんとか。よし、あー、ダーク、やばい、やめて。お、めっちゃ強い、ちょっと待って待って待って、思ってたよりめちゃくちゃ強かった。1万、皆さん1万くらいます元宝えげつないな、これ待って、体力2倍のパーティーじゃなかった、これ死んでたじゃん今。ああ、怖っ、怖っ、怖いです。皆さん、あの元宝怖いです、気をつけてくださいあの勝手に因縁をつけられて1万も暮らしてきた
感じです。この人ひどいな。ちょっと待ってよ、そんなことあります？回復したい。これちょっと不安ですね。不安です、非常に。ここから先大丈夫かな。文字消えた、文字消えたじゃない、消えたじゃない。見えた、もう見える、もう見えるね。よし、お肉を取ろう。あー、お肉取れる、やった。よし、ちょっと待って、これやばいね。しかも回復が結構思ってたより少ない。このパーティー800しかない。あー怖いっす。ちょっと待って、まあ行こうか、普通に行きます。やべ、ブーちゃんじゃない、逆だよ。やべ、この人も食らいそう、結構。あー2000。いやちょっとやばいよ、これ結構やばめですよ。ちょっとね、いや1枚以上は残していきたいよね、一応ね。今何名、あ、だから全部で10名あるんだ。あ、じゃあ必殺技なんとか貯めれるかな。これちょっと貯めたいね。必殺技貯めないとちょっと怖いよ、非常に非常に怖いです。やべ、逆でした、いろいろ逆でした、わかりません、助けて。何ですか。慣れない。そもそも待って、キットとブラミンクどっちが上なんですか。キット、あ、キットの方が全然下でした。ま、ミスりました。むしろスモーカーの方が上でした。それを今知るっていう。結構もう進んじゃったよ。あー、なんかこの人硬いんだね。ちょっと待って、あー、もったいない、スロット。ただ、かといって、カメさんを。忙しい。もう初見のエキスパは忙しいっす。けどそれが楽しいっていうね。これもう食らわない方がいいかな。でも青生地さすがにたまんないよね。ただ青生地貯めないと、ちょっときついとは思うんですよ。どうしましょう。私どうしましょう。2ターンの間固定してキャラの攻撃 1.75 倍だよね。いやーちょっとね、カメさん悩むよな。まあでもスモーカーも溜まってるから、まあいいや、一応貯めよう。うん、負けたら貯めない方がいいってことです、このパーティーだとね。いやーちょっと厳しいね、ちょっと厳しめな感じがするけど、いけっかな。はい、斜めです。おお、カマキリ、カマキリ青です。速報、カマキリ青です。暴れるのもほどほどにしとけ。子供さ、じゃ、探しているだけだ、邪魔するな。え、だ、知りませんって。だからやばい、待って、この人もいきなり、やめて。ああ、怖い、もうやだ。もうギリギリだよ、これちょっとやばい、クリアできるかもしれないな。いや、とにかく玄房の1万がでかすぎた、本当に。これ2ターン6きついって。これやばい、食らっちゃうね。これ死ぬかもしれないです、皆さん。ウソップ使う？なんだよ、このまま。ちょっと待って、マジ。これ死んだらごめん。死んだらもうごめんよ。やめて、誰もやめて、やめてください、やめて。いや、優しい。いや、でも死ぬじゃん。でも死ぬじゃん。これスモーカー使うの、ここで。マジかよ、結構さっきの1万そんなにでかいっすか。ちょっとやれるだけやろうか、やれるだけやりましょう。うん、あー、もうダメだ。もうダメだ。いや死ぬやん。ちょっともうスモーカー使うしかないというか、むしろ使っても死ぬので。さっき2500とかだったよね。ウソップ使うしかないやん、もう。マジかよ、ちょっときついね。やっぱり調子乗ったな。もうほんといい加減ギアサード欲しいっす。もうほんとにほんとにこういうね、調子乗ったパーティーで行くと結局こうなるっていう。ちょっとマジっすか。やべやべ、何してん何してん。この4ターンしっかり稼いでお肉で回復する。まだ諦めちゃいかん。あ、お肉が出ない。お肉出ないやん、もう。ほんとに。頼むよ、お肉出ないとほんとに死んじゃうから。お肉出ないと死んじゃうから。ただお肉出ないよ。マジか。これダメだね、多分クリアできないわ。この感じだと。だからあれ、玄武を倒せるだけの火力がないとちょっときついんだろうね。そんな気がする。お肉来て、お肉来て、頼む。ひどいな、ひどいよ、ひどいよ、本当に。もう、落ちた、やった、落ちました、やった、やった、落ちました。はい、で、ちょっともうこれ以上食らえないので、
と言っても、だからウソップ最後でね、ウソップ最後でこのカメさんに当てるしかないので、そうです。もうやるしかありません。はい。ああ、なんでそうなっちゃうかな。頼む、いけて。もう、いけた。危ねえ。ギリギリ。超ギリギリ。せめてボスまで行かして。せめてボスまで。これどうすかね。これ、あ、お肉1個あった。行くか。お願いします。よし、いいぞいいぞ。ちょっともう1個ぐらい、もう2個ぐらいお肉来て、頼む。来ないか、あー来ないか。先制攻撃やられたら終わりっす。そしてウソップも使えないので、ちょっと非常にやばい状態です。やばいこれは。いや待って、もう、いやー青生地貯めないとやばいよね。でもただ先制攻撃やられた場合終わりなんですよ。いやー際どい。ただまあでもこれで食らって先制攻撃で死ぬよかはマシなので、もう行きます。先制攻撃で負けたらごめん。もうそれはその時です。また明日動画上げます。行きましょう。もうしょうがないんで、それスロットそれます。OK。さあ頼む。先制攻撃やらないで。先制攻撃だけやらないで。お願い。先制攻撃だけやらないで。さあ来ました、ボス。ボスということはラッキーってことかい。そういうことでした。なんだい。いや違います。やめて。先制攻撃やめて。心属性嫌い。心属性ダメじゃん。反撃させてもらうよ。何それ。一人もいません。何かくらんの威嚇乱射。やめて。やめて。殺さないで。おおギリギリ、ギリ、何これ。アイサをされたのはあんたらが言った。違うって。会ってないって、アイサと一回もう。全員行ったんやん。全員行ったんやん。やばいやん。ちょっととりあえず行きましょうか。ちょっとやばいね、これは非常に。どうしようかな。誰をどう使ったらいいんだろう。もうわかんねえ。青生地が溜まってないのがでかいね。とりあえずスモーカーは使うしかないので、スモーカーは使います。キット差は力にして敵全体に攻撃。なるほど。とりあえずスモーカー今使うしかないので、今使いましょう。いやー、でもダメだね。これ多分負けると思うな、このターンで。お願いします。はい。全員倒せるわけがないので。いやー、これきついな。まあもう今総攻撃かけるしかないでしょう。もうキットの必殺技も使って減らすしかないので、キットも使います。もう、もったいないな。けど、しょうがない。もったいないけど、しょうがない。せめて、敵の HP を減らす。ギリギリや。超ギリギリ。いやー、玄武の攻撃でかすぎたな。あ、意外と弱いね。意外と弱いね。周り弱いぞ。これはちょっと可能性があるかもしれない。ちょっと待って。使います。とりあえずね。とりあえず使います。お願いします。クルコリダさん、お願いします。いやー、マジでちょっと頼む。で、こっち 1.5 倍。ここで、ラキ以外を倒してラキの攻撃が半減されて1000以上食らないことをの願うしかない。頼む、本当お願い。行きます。いや頼む、マジで頼む。順番は、順番はそのままでいいか。ちょっとわかんねえや。もう行きます。お願いします。なんでそっち、なんでそっち。頼む、やめて。殺さないで、殺さないで、殺さないで、頼む。おおギリギリ、超ギリギリ。しかも待って、ラッキー、これ何ターンごと、なんよ、見えねえよ。一旦、998の毒で見えないよ。何これ。そういう、あれあの、何ターン科学で攻撃するかが見えないっていうあれ。ちょっと待って、お肉一個取ってもう死んじゃう。今何食らった俺。いや、とりあえず青生地。うわー、もう微妙だな、スロットも。ちょっと待って、ブラメンコさんが、力に変えちゃう。力に変えちゃう。意味がない、意味がない。んでも青生地使うしかないでしょう。ねえ、青生地使うしかないので、お肉が取ればもう一回多分耐えれると思う。で、青生地を使おう。超ギリギリ。お願いします。お願い。じゃあマジ勝ちたい。いや勝てないかな、これ。瀬戸際すぎでしょ。さあ行くぞ。で、お肉をとりあえず取るしかないので取ります。で、順番本当に大事。ブラメンコが最後ですね。で、そうですね、はいはい、そうですね、はいはい。で、そうですね、わかりました。で、お肉をしっかり取ります。そうすれば多分このターン生きれるはず。いきましょう。よし、あ、弱らす、あ、いけるかもしれない。待って、弱らせない方がいい気がする。よし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 、大丈夫、死なないはず。
よし、これだこれだっていけるいけるいけるぞいけるぞすげえいい戦いだ。お願いします。もうここで倒します。倒さないとちょっと弱もう弱らすとやばいと思うんで倒します。一応2回取る。でも念のため、やはー超ギリギリだったな。超ギリギリやったやりました。超ギリギリちょっと泣いてるっていう感動でやったやりましたよ。いやこれ多分ね、どうせ青生地を使いたいなら青生地青生地の方がいい気がした。多分そうだね。玄房の1万がでかかったな。あれなかったら多分勝ってたと思うからね。いやギリギリだったな。多分必殺技のウソップのタイミングとかも超ギリギリ、もう全てなんとかやりました。あぶねあぶね、もうなんかすげえバクバクいってます。やったよ、やりました。はい、初クリア。そうだ、なんか誰か落ちたの。カメキが落ちたの。カメキに落ちたのかい。はい、来た。かっけー、やばい。帰るんだ、シャンディアの400年前の故郷に。やばい。ちょっと待って、見して見して。シャン、カマキリはハヤでね、青です。で、バーンブレード、何ですか、ちょっと見えない見えないです。敵全体に攻撃10の10倍の配属性ダメージを与えて、一ターンの間、強くね、配属性の彼の攻撃 1.5 倍。強いね。あ、26ターン。これは必殺レベル上げたいっすね、頑張って。で、まあ、戦長効果はまあまあまあ、あれだけど。いや、これ、必殺技強いわ。いや、これは強いと思う。あざす。そんなもんかい。そんなもんでした。他はちょっと手に入れなかった。やった!チャンディア!熱い!やりました。あざす。はい、そんな感じで、ワースを夢見る戦士たちエキスパー濃厚いけました。あやす。で、超ギリギリだったね。なんか、久しぶりに白熱した気がする。で、なんかこのさ、あと1周年のなんかバギーも来てるじゃん。まあ、これ今回ルーキーだから、まあいいかなと思うんだけど、なんかこれエネルとかもルーキーなのかな?わかんないけど、ちょっとそれも動画撮りたいなと思います。はい、そんな感じでございました。今日も動画見てくれてありがとう。またいろんな動画上げていくので、また見てください。はい、それじゃあバイバイ、たかしでした。明日も頑張ろう!バイバーイ。超ギリギリです。このパーティーはおすすめしません。